ちょっと長引かせ、あ、オッケーオッケー、終わった。もうちょい長引くかなと思ったんですけど、攻撃残るのやめて。一体ヒート、いやーちょっと待って、ダイメージを、いやーマジか、すげーテクニックだな。できたけど、はい、どうも皆さんこんにちは、チャオリンゴと言います。今日ね、カップヘッド動画としては2回目やっていきましょう。よろしくお願いいたします。まあ、動画外でね、結構僕も個人的にね、楽しんで進めちゃいまして、ワールド2の終わりぐらいまでやって、でそこから生放送1回土曜日挟ませていただいて、今ここにいるって感じです。というわけでもうワールドはここ3になってますね。はい、装備とかも増えてはしたりします。と必殺技とかも持ってたりします。そうですね。ただまあ、もっぱらよく使うのはこのね、最初に買ったチェイサーと、まあバランスがいいんで水鉄砲もたまに持ってきます。で下向きに打てる御年玉、あとはブーメランをね、最近は使ってないけど、後ろに背中方向に行ったりしてなかなか楽しい。と個人的にはスプレッドってこのショットも好きですね。はい、近距離大ダメージ系。じゃあ今日はこんな装備を持ちまして、まあ、このゲーム本当にね、やっぱり難易度とても高くて、ボスとね何回も戦って、そうですね、だいたい平均ね1時間ぐらいで倒せれば、まあ今日は良かったかなと思えるぐらいの本当に難易度なんで、まあ、手強いゲームなんですけど、うん、動画としても今日ねまたちょっとやってみたいかなと思います。じゃあこんないろんな人との話を持ちながら、今日はねどこに行こうかなと思ってるんですけど、実績をリストを見ると、まあ、ワールド1位2位3とあって、ワールド3もこんな感じで倒しました。3体ぐらい倒したね。まあどっか今日は適当に1人ぐらい倒せればいいかなと思うんですが、じゃあ今日はここ行こうかなと思います。舞台女優サリーですかね。あ、ごめんなさい、舞台女優サワーです。はい、劇場の劇場ということで、ダザレじゃんって感じですが、まあこのゲームね、本当に日本語訳されてもこんな感じのねノリの文章はかなり多いですね。さっきね、ここのエリアの海岸にいるのはね、黒ひげならぬ白ひげならぬ塩ひげ海賊団ってやつがいて、まあ本人は黒ひげなんですけどね、もうわけわかんないと思うんですが、まあそういったねジョーク的ななんか展開とかもよくできてるんですが、さあちょっと初回ということで、まずは乗り見ますか。さすがに攻撃パターンね覚えないとやってらんないんで、こんな感じ。なんだなんだ、傘がいてパラソルがあって、こいつは刺さるんでしょう。ん、消えた。うわ、うわ、これかスペッショット。酒が相手の下をくぐらなきゃいけないっていうのはなかなか難しいな。スペッショット打つか。真下にいれば避けられるか。あ、展開変わりましたね。わあ、この絵すごい。ドラマ仕立てなのか。さあ、落下物に注意するのと、あ、ちょっと下はくぐれねえ。ネズミ壊せないんで、うん。僕はダッシュは基本的に、なんだろうな、空中からダッシュするっていうのを基本にしてますが、地上ダッシュも加味しないとこいつ避けられないわ。あー、しまった。これで大体中盤か。まあ、倒せなくはないと思うな。ちょっとどうしようかな。これでいいか。リトライします。まあ、さっきも言ったんですけど、そうね、ボス平均的に1時間はちょっとかかりすぎかな。30分、45分ぐらいで倒せれば、まあ早かったな、今日はと思えるぐらいです。OK。一番僕がね、かかったボスはね、ドラゴンなんですけど、2面にいる、そいつなんですけど、足場が移動したりとかそういうのもあってね、めちゃくちゃかかりました。確か何分だったかな。あいつね、3時間、4時間かかったと思うな。あいつだけ本当にマジでやばかった。コントローラー久しぶりに投げ捨てようかと思ってたな。多分ね、あのドラゴンはね、性格的には割とこのゲームのボスの中では比較的いい方なんですよ。会話的なこっち煽ることもあんまないし。いや、そんなこと言っても煽ってたかな。うん。
悪くない性格をしてるんですが、正直言うとめちゃくちゃ強かった。さあ、ちょっとね、エナジー溜まってるから一回打っとくわ。これ終わった後もな、無敵じゃないから、変に被弾するんだよな、ね。このショットなんですけど、やっぱ、お察しの通り、威力は高いんですけど、距離短いんで。オッケー。まあ、ちょっと、勉強だと思っていきます。このパターンは。にゃん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 
段階あるのか。ショットを見直そうかな。いや、いいわ、ヒートライ。多分3回目でここまでいけるってことは多少攻略の目はあるかなと思うんですけど、よし、パリします。なるほど、こうやって受けるのか。あ、いえ、個人的にこの第一段階とかでね、あの序盤にダメージ受けちゃうとやり直す傾向が強いんですが、今日はまあちょっと行きますが、これはないかな、さすがに。第2段階行こうかな。そっからだよな、ネズミが来るとちょっと避けにくいから、ちょっときつい。あーって、でも本当になんか避け場所なくなるときあるんだよな、ガチで。ああいうときほんとつらいよ。ああ、一応こいつの頭は飛び越えられるのか。オッケー、行きましょう。何よりも序盤でアホのダメージ受けないことが重要かな。下か。今度はこれくるだろう。離れたんだったらもうこれ打っときますわ。で、上から来るんだよな。あれ来たら避けないかな。これは僕の日常の話なんですが、これ生放送とかでもずっと言ってんだけど、サントラがね、あの、とても素晴らしくて、ずっと聴いてますわ。まあ若干ね、あの、津大敵の曲とか聴くと、トラウマを思い出すんですけど、ちなみにこれって乗れ、なんか、乗れたよね、今。まあいいや。まあいいや。そろそろ移行してるかなと思ってるんだけど、あ、ね。そう、ジャンプをしない感じか。じゃあ背景移行して、ライフさんでここです。もったいないからやっぱ一回打ちたいなと思うけれども、どこで打つべきか。被弾しなかったか、よく走ったな今。この後ですが、余計タイミングがないや。ちょっと変えます。お前も含めてか。オッケー。さあ、こっからですが、どうしようかな。これは何？おっと。これ何？あ、乗れってこと？稲妻ですね。ちょっと当たらないぐらいだったら変えておこう。あー、天候を操るわけじゃないけれども、意外と終わんねえな。オッケー、さあ来い。これ避け方だよね。これなんだけどさ、なんだこれ。これってさ、あれ使って一回避けろってこと？そっか、パリのテクニックでやれってこと。はい、行きましょう。これぐらいのね、やり直しやリトライは普通。こういう時はもうリトライをしますね。はい、行きましょう。
ね、個人的に序盤の意味不明なダメージを、うん、受けると僕はどうしてもリセットしてしまうんで、負けた数よりそっちの方が多いと思うんだよな。恥じすぎるかな。あー、これは、うん、これはいけない。さあ、参りましょうか。上か。うん。位置取りとしては悪くない。相手も変なことしないから。これでハートされ出されたらやばいな。あー、ダメだ。別にハートは反応しなくてよかった、今。そういう、あ、今のはひどいね。傘出して、ギリギリか。飛ぼうね。さあ行きます。回避して、知ってれば大丈夫。傘というかセンスかな。あー、もうこれはこれはリセットだな。なんか変に第一段階でハマるようになっちゃったな。ハートが来るような気もしないでもない。これは結構こっち狙ってんだな。早めにパリをこうして、OK、そろそろ移行すると思うけれども、ハートを出さないで来たね。 OK、 ここきつい。どこにしようって。ムービンがきついな。これはないな。スペシャルショット打ってる暇がないな。まあ打つけど、本当に小八方逃げ場所がなくなるな。いや、よく今の避けたわ。ちょっと長引かせ、あ、オッケーオッケー、終わった。もうちょい長引くかなと思ったんですけど、攻撃残るのやめて。一体ヒート、いやー、ちょっとな、雷鳴状。いやー、マジか、すげえテクニックだな。できたけど、遠い時はこれ打ってきますか。これは一回割っとかないとダメでしょ。うん、でこっちこいで、あー、ずわー、ダメじゃん。いや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 、よし、ラストかな。ちっちゃいな、最後は。おっと、いやー、ちょっとあぶね。いやー、細くて見にくいな、攻撃が。いやー、エナジー溜まったんだけど打てないな。打つか、打ったら逃げろ。よっしゃー、よっしゃー。お、カットしないでこれで15分くらいか。意外と早くいけたな。よかったよかった。頑張った。いやー、つら。まあよかった。倒せた、倒せた。じゃあどうしよっかな。あと1体ぐらい倒してみたいかなと思うし、あ、いた、はい、あ、無駄醤油サリー、あ、和じゃないや、リだな。あれ、僕確か和って読んでた気がする。まあいいや、ごめんなさい。ショップもありますが、あ、ここは必殺技を取れるところです。今日ね、おそらく残り時間でね、ボスなんか倒せないと思うんで、
ょっといろんな他の要素を紹介して終わろうかなと思います。ここはね、必殺技を手に入れるところですが、使うのはもっぱらパリーです。ここら辺の音響ほんと感動するぐらいすごいなんかレトロ感あって、まあこれで終わりです。リトライしましょうか。お化けから瓶を守るみたいなね、そういったミッションなんですが、さすがにね、各ワールドに1個ずつあって、これでまあ3つ目っていうところで、えらく難易度高くなってる。あー、ちょっと待って。今、純粋にスティックの方向間違えたんだけど。いやー、きついな。あー、やめて。やめて。やめて。いやー、これはきついな。いやー、ちょっと。どうしようかな。初段パリになるアクセサリーみたいのがあるんですよ。そういうのを買ってきてもいいかなと思うんだけど。ジャンプの最初がもう自動的にパリ操作になるっていうのがあってね。さあ。こいつは嫌だ。ああ、もうやった。これで3分の1。えらく大変だな。まあ、レベルも3なんでね。そりゃあまあ簡単じゃ、一筋縄にはいかないのはわかるんだけど。ほんときついわ、これ。いきます。ええ、描くやつ、ちょっと、ああ、ちょっと待って。やべ。ダッシュの使いどころだよな。あ、ちょっと、まあ、こんな感じでやり直し必須ですね。最初ね、ワールド1はね、まあ、さすがにこういうの最初だから慣れてなくて苦労したところもあったんですけど、逆にワールド2はそんなに難しくなかったんですよ。ただ3はそんなこと言ってられんな。ダッシュから倒して、本当は回ってるやつが欲しかったんだけどな。とりあえず早め早めに、どっから来る、まあ倒せるやつから行こうか。うん、周回してるやつは近く来れば絶対に落とせるから焦んなくていいや。さあ、もうちょっとだと思うんだけど、そんなこと言ってたら、よし、OK。 じゃあこれで魔法全部アンロックです。これが最後の魔法の必殺技よと。どんなやつだろう。さあ、ローディング終わりまして、はい、必殺技アンロックです。これはチャージがね、溜まると使えるやつですか。ジャイアントゴースト、また難しそうだな。ちなみにこのカペットやってる方に教えていただきたいんですけど、この必殺技2の無敵って、なんか正直使えます？僕全然使えた覚えがないんだよな。無敵時間が短すぎて、わけがわからないんですよ。よし、じゃあそんなところで、はい、じゃあね、今日残りなんですけど、せっかくさっき手に入れた必殺技ありますんで、これをどっかのボスにね、ぶちかましてから終わりにしたいと思います。まあ、というわけで顔見せ程度にね、まあ僕も入ったことないボスやってみようと思うんですが、多分倒すのはまた別の機会にしますんで、そこだけはすいません。よろしくお願いします。じゃあここ行きますか。怒りのレイルロードって書いてあったな。どんなやつかな。電車だよね。なんか幽列車って書いてあった。幽霊の幽に列車って書いてあったけど、どんな感じだろうな。あー、はい。ショットはちょい透明の方がいいな。スプレッドにしちゃったけど。
定か。1勝った、びっくりした。ちょっと待って。いや、後ろなんかレバーを押すと動くのは分かったんだけど、そういうわけでもない。どうして動いたの、あれ、なーに。あいつか、動かしてたの。そっか。いや、まずいな、これ。どうしろっつうの。こうなっちゃったら終わりでしょ。そうね、顔見せ程度とはいえ、下座がチャージできるぐらいまではやろうかなと思ったんですけど。あ、そっか、自分で動かせんのか。了解。そっか、距離は保って。まあ、第一段階ぐらいは許しちゃってもいいとして。なるほどね。もしくは、パリで蹴り飛ばすのかな。オッケー。なるほど。ダメが入らん。あー、もう。頭上のやつパリするの難しいんだよな。これショット変えた方がいいと思いますが、このままね、少し様子見てみます。今回の目的は必殺技貯めることなんで、とりあえずこう来たら OK。 で、パリができない。OK。 あと1個で必殺を使える。そこまで行こう。 OK。 じゃあちょっと試しに使ってみるか。どんなショットだ。ん？ショットなのか。自立式で動いてくれるのか。早っ。退場しちゃいましたね。僕が普通の有利になっちゃった。まあこんな技なので、出す場所を考えろってことかな。わかりました。じゃあ戻りますが、てかこいつ強いな。まだ第一段階も突破できなかった。あれですね、ちょっとギミックをね活用して、そんなね攻撃を仕掛けてくるというか、もう足場があそこまで、敵側の右方向まで移動しちゃったらもう終わりなんで、それをなんとか阻止するっていうところだから、ちょっとねちゃんとした戦い方が求められるかなと思います。じゃあそんな感じで、ね、今日終わりにしていきましょう。じゃあ実績ですが、まあ、こんなところ、最初が公園で、まあ、遊園地で、今大都会か、はいはいはい、やってますが、ちょっとずつ増えていったね。まあ、ただまだ全然できてないこともいっぱいあります。じゃあそんな感じで、ね、今日は終わりにしていきましょう。やっぱりこのゲームはね、本当にそうですね、動画にしようとすると、まあ、下手すると1人のボスで1時間以上詰まってしまうこともあるので、なかなか難しいかなと思います。これからねゴールデンウィークとかもあるんで、生放送とかだったら割とねちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないけど、ボスとかに挑めたりするので、そういった機会にまた出てくるかもしれません。じゃあね、皆さんもよかったらカフェと楽しんでください。じゃあその後で今日は終わりにしていきましょう。いつもねご視聴いただきありがとうございます。お疲れ様でした。